これはちょっとやりすぎかなっていう。すごいですね。今 MH なんで、あの正直魚のサイズ的にはもう25センチぐらいまで。細身肉厚って言ったらどれになるの？細身肉厚です。代名詞はパワーソニックになります。でこれ実はパワーロッドなのに、この横に並んでるパワースペシャルとかがこんなに細いんですよ。はいはい、まあ触ってもらったらもう早瀬とかで、ね、はいはい、尺を抜くっていうモデルがあるんですけど、それでもこの細さなんですよ。普通の早瀬クラス言われたらその通り細いですね。これはもう極端に磯沢と同じような作り方してまして、はい、ものすごい肉厚に巻いてそれを細く巻き上げてるんです。これことによってこうブリッとこう細いので曲がるんですけど、はいはい、相当肉厚の強度を持たしてる。なるほどね。まあ、ものすごく粘い一番同調子。なるほど。特に風が吹く河川、大河川とかで、はいはい、風切りっていうのはかなり大きいですね。あ、なるほどね。はい、8号ある。いいですね。まあ、ちょっと持ち重りが正直垂れるんで、はい、ちょっとするかもしれないですけど、はい、でも気にならないレベルです。はい、その前から細身肉厚なんですか？これ単体出たモデルなんで、これが初代なんですよ。初代なんですか？そうです。で、その系統をこう受け継いでいった竿っていうのが他にもありまして、はいはい、例えばこのフレキシア、はいはい、フレキシアなんかですと、はいはい、これもその細身 で、まあ で、 はい、で肉厚の同調子になるので、なるほど、こっちをこうちょっともうちょっと求めやすくこうしようとしたのが、まあ、こちらで、なるほど、やっぱ競技系に振っていくとこの辺も結構肉厚で、はい、これはものすごい強い、テンポ感がすごくいい。そうですね。そうですね。そうですね。だからもうブリッブリってこうとにかく、ブリッと曲がって、はい、筋肉質な感じですね。はい、しっかり巻いてあるっていうか、負荷がかかるとどん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 曲がり込んでいくような感じですか。これとかは特に私もこれで早せで、はい、29センチぐらいまでの鮎を取りました、早せ で、 でその時もただ曲げてただけです。何やってたかって言ったら、ただずっとぐーって曲げてたら自然ともう終わってました。なるほど、はい、例えば背とかでちょっと自信がないだと、はい、下れないなってけど、はい、ちょっとああいうのは釣りたいなって時に、なるほど、ね、今日かかってもかかった後がすごい時間作れるんですよ。はいはいはい、なるほど。勝手にもそうが曲がって魚止めてくれるんですよ。はいはい、全然慌てなくても取れてしまうっていうのが細身肉厚の特徴です。Thank you.
今回ラスランが触りたくて来たんですけど、はい、あれってなんか同調子にさらにしたんですか。そうなんです。ちょっとね、初代がかなりちょっととんがった特殊な竿だったんですけども、はい、2代目3代目とかモデルチェンジしたことに少しずつちょっとこうマイルドな、はい、まあ、普通の竿に近づいた感じになって、はい、ちょっと癖のその弱い癖のない竿に沿ったんだけど、はい、今回4代目にしたことで、はい、もうあんまりこう癖のない竿じゃ面白ないんで、はい、もっと初代に、まあ、戻して、はい、まあ、そこからさらに初代以上ぐらいにちょっとまあ、はい、癖の強い竿になりました。はい、でちょっとそのああいう調子の竿を使ったことない人がいきなり使うと、はい、ちょっと面食らうぐらいのちょっと癖の強い竿にはなってます。はい、あれが負荷に応じてどんどん曲がり込んでいくんですか。そうなんです。ものすごい細身で毛先見えるんですけど、はいはい、かなりの道厚だもんですから、ね、はい、8メーター50で目方が230グラムっていうと、はい、どちらかというともうトリプルホースとかいう背の竿とかと同じぐらい その、まあ、長さと重さのバランスみたいな、そのぐらい の肉厚の竿になってるんです、はい、ただし絞った分、はい、竿ってこう細く絞るほど、はい、その量しなうようになるもんですね、はい、230グラムもある。これをもしちょっと太めに作ったらすごいもうガーンと張った好調の竿になるんだけども、はい、思いっきり絞って作ったことによって硬さは 2.5 ぐらいのこうよくしなう竿になる、はい、そういうちょっとかなり変わった作り方の竿になってる。今回あれソリッドがなんか解放先でついてるんですか。ついてます。 あえてなんかそれをつけたのって理由はあったんですか。今ボル引きって聞いたことがあるんですかね。まあ、簡単に言ったらボル引きって超ベタ竿のちょっと強引に引く引きずりなんですけども、はいはい、今それがすごくこの競技会の世界なんかでも、はい、その流行というか、はい、その釣り方をこう駆使する人がすごい競技会で、まあ、競争台に登ったりは優勝したりというのが多くなんですけど、はい、で今その増長子の柔らかめの竿で、はい、ソリッドを入れたそのボルビキをやる人がすごく増えてて、で、まあ、その差今までソリッドっていうと、はい、どっちかというとその先調子の銅の揺れない竿に入れて、はい、竹竿でこう穂先をパサパサってやって使うようなソリッド使いが、まあ、ソリッド使いの、まあまあ、基本っていう感じだったんですけども、はい、今のソリッド使う人たちっていうのがその一昔前で言ったらね、バランス的にはなんか良くないって言われとった同調子の銅が揺れる竿にさらにまた柔らかい人が高いんだ。だからもうかなりそのしなやかさ、竿の柔らかさをさらに引き出せるみたいな使い方でこうやるっていうのも、あとそういう意味で言えばその、まあ、もちろん立ててね、はい、使ってもそのソリッド使ってもいいんですけども、はい、その寝かせて、はいはい、ボル引きみたいな釣りをするときに、はいはい、またそういう釣りをしたくてこの選ぶとかが多くなってるからだと思います、はい、そういうときにそのソリッドも組み合わせて使うのもありですよということで、はいはいはい、あのつけたりとか、さっき見てみたらすごいいい竿だなと、よくわかりました。特に違和感はなかったですか。まあ、細い割にはなんか、ね、すごいシャキッとしてて、肉を厚くした分です、ね、はい、見た目よりはかなり、まあ、振ったりとか機械がかかると曲がるんだけど、はいはいはい、操作しとる分ではそんなにはどうかしない。そうですね、ちょっと振ったぐらいだと全然ブレない。そうなんです。ただ細い分、肉厚にしてある分簡単には揺れないんだけど、機械がかかったらその分キュンキュンキュンと順番にもうかなり根元まで曲がり込んできます。何センチぐらいまで取れるんですか。そうですね、折れることはないんですけども、やっぱり量しないもんですからね、はい、楽に取り込みやすいのは23ぐらいなんですけど、ね、はい、ただ寄せる気になったりとか、はい、ち
ょっと流れの緩いところまでもう一度用意するなら25番で行けば、実際にこれは僕もだからの吉田川とか、はい、あの鶴竜川でテストしてますので、はい、であのまあ、その丈夫さはね十分もっと大きいのまで行けるぐらい丈夫なんだけども、いかんせん細くしたのでしなっちゃうもんね、どうしてもこう持ち上げようとした時に曲がって